あ、やっぱ鳥やけんさ、上から来れるってことかな、カシーワは。ずるいわ。あ、もしかしてここあれ？谷？かな、ここが。なんかイイヨと谷もさ、そんなに遠くなかったよね。あ、ほら、ここが。なんだこいつ。あ、これは。おい、出てこいや、ほら。ねえ、出てきて。リモコン爆弾仕掛けるよ。は、ええー、びくともしねえ。多分これで。はあ。なんだよ、お前。でもこれ多分、なんか雷の音が聞こえた気がしたんですけど、何？大丈夫？ね、それ破壊できるんじゃない？ね、これ破壊したとしたらどうなるの？崩れるの？超普通やけど。お、宝箱やったね。さあ、中身は？爆弾や。対魔物用の強力な薬本セット。先端に爆薬が仕込んであり、着弾すると爆発して周囲にも大きなダメージを与える。へえ、そんな矢があるんや。いいね、いいね。ここ道沿いに行けるってことかな。どこに行くんかちょっといまいち分からんけど。何これ。木箱がある。こういうのはバシバシ壊していきましょい。なんか飛び散ったね。木の矢かな。いちご。あれ、矢も飛び散った気がしたんだけど、気のせいか。あ、これこのまま行ったら上にたどり着けるみたいやね。なんだ、狼だらけだな、この辺。おい、待て。おい、待て。お、なに、バナナ。バナナ守ってたの？ バナナ守ってたの？まさかの。そんなの取っていくけど、そんなの取っていくけど、ちょい待ってね。ここも多分爆破したら何かしら出てくるんだろう。よいしょ。はい。え、何も出てこない。敵への攻撃用かな。お、あれは？モリブリン。え、待って待って待って、そんな間近で。あー、よかった。ちょ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 、君君君君、ちょ、頭おかしいんじゃね？ 何やってんの。強化リザルブーメランの壊れさ、壊れたー。待って、画面固まったんすけど。うん、びっくりした。何、動きすぎ？ え、何、動きすぎ？くそ、あいつの、この辺の敵なんなの？弓矢で爆弾や使ってくんの？怖っ。さ、これで順、もしかしてこの辺全体的に集落とかそういうこと？あ、そうそう、強化リザルブーメラン壊れたんだよ。さあ、こっちの強化リザルブーメランを使って。へいへいへい。やっつけたー。さあ、素材ちゃんと取っていかんとね。寝てるな、あいつ。え？岩で攻撃？やめて。なになになに？何のダメージ？あいつよね、多分。横におるあいつやろ。あいつがなんか岩をなんか投げてきてんのか？投げてというかな。あ、強化リザルブーメラン壊れたし。しかも超ダメージ受けてんじゃん。危ねえな、あいつ。自分の味方まで攻撃する気かよ。おい、こら、落ち着け。くそ。くそ。ちょっととりあえずここのお宝もらってくよ。はい、中身は？炎の矢5個。イエーイ。ってことで、ちょっと私動きますね。どの辺まで行けばいいんかな。
塔がここで、あの上の方にもあれ集落なんかな、もしかしてボコブリンの。ここ多分上がっていけるよね。さあ向かってけ向かってけ。これ上に着いても上結構距離ありそうやな。ね。狼多いな。何何ボコブリンいます？その辺んで、あっち側だな。いやボコブリンは別におらんっぽいね。ちっあっち側に向かっていこうか。じゃあ、おあっちから行けるね。もやっぱり狼だらけ。よし、上獣肉めっちゃいいお肉になってくれるけんね、みんな。お、これボコブリンたちじゃない？ヘイヘイ、待って待って、ちょ回復をさせて。今それを撃たれたら私終わるから。ね、ひんやり、いやひんやりしなくていいんだ別に。ピリ辛3回焼き。頑張り。これ頑張りゲージようか。串焼きなんか。はい。ちょ、お前。お前ふざけんなよ。それ使ってんじゃねえぞ。へいへい。それを使う敵を真っ先にやっつけんとね。殴ってくんじゃねえよ。さあ、そして串焼き肉。はい。あれ、もう一匹のやつは落ちたの、もしや。なんだ、落ちたのか。残念残念。ん、あれモリブリンじゃね。よいしょ。うわ、自分がダメージを、しかもこっちに気づいてねえあいつ。へい、それ結構リーチ長くね。まあでもあれか。うお、あぶね。あの爆弾矢使ってこんだけまだマシなんかな。カチコチ焼きマックスサーモン。あー転がり落ちる。早く復活してくれ。それ槍なの？あー落ちるから、危ないから。はっ、うお超やべえやん。あ、そっか、この辺も一応回復はするんよね。一応めっちゃ一応。串焼き肉、うい、待って、落ちるって落ちるって、危ねえから復活して。へい、いけたか。ふう、危ねえ。ちょ待ってね、あのボコブリン、トゲボココンボとか、違う違う、あ51もあるんや。これいらんけん、モリブリン槍の方がいいんじゃないかな。え、弱っ。いらねえ。間違えた。まさかのトゲボココンボの方が攻撃力高い感じですか。あ、ここに敵おるやん。やっぱあいつおったんか。えい一発一発。よし、ちょっとこの辺の拾っとくね。なんだ、もうおらんなったんかと思ったよ。下まで落ちたんかと思ったけど、その辺までで止まっとったんやね。よし、じゃあこの辺破壊します。えい、あれ別に関係ない感じ。敵への攻撃用かな。よいしょ。あー、特になんもないんやね。なるほど、これで敵も負けますよとか、そういう感じか。この辺も多分ね、この辺ボコブリンとかいっぱいおったりします？違うんかな、敵の集落ではないんかな。お、なんだか、なんだかあれだぞ、リト族のあいつがいそうな気配がするぞ。騒ぐな狼。
上獣肉と、あ、極上獣肉もゲット、やったね。さあちょっと上まで登ってって、そこからちょっと飛んでいこうかな。ふう、やっとここまで来たよ。遠かった遠かったね。あのなんかすげえぐるぐる言ってね。狼ですか？え、狼いないよ。え、何？え、怖っ。お前か。お前か。めっちゃびっくりした。声だけ聞いたら超怖いね。トゲボココンボ壊れた。え、ちょっと待って。トゲモリブリニャリ、これ一応拾っとったんや、私。へいへいへい、一応スピードはこれが一番あるよね。そしてトゲモリブリンヤリが壊れた。はい、これもらうね、バッと。ふう、てか上まで登れたやん、やった。これで、これであともう先端まで行けるよね。うん、あっこや、あっこ。オッケーオッケー、これであの塔にたどり着ける。やっと。長かった。いや、そんな長くないか。もしかしてあの塔の上で何か引き寄るとか、そういうことではないのか。あ、あっこや、隕石が落ちとんの。なるほどね。あの辺からなら、あの辺からなら足場がちゃんとある。さあ行け、ちゃんとたどり着くんだ私。お願いします。ゲルドの塔、よいしょ、オッケー。ふう、これでちゃんとここの塔も登れる。この塔の上におるような気がしてきたんやけど。あ、やっぱ鳥やけんさ、上から来れるってことかな、カシーワは。ずるいわ。ずるいわ、そういうの。さあ、次ここで一旦休憩ね。こんな高い塔があるんやね。お、次もう着くんじゃない？めっちゃ軽快な音楽。ほら、どんどん音楽近くなってきよるもん。確実に近くなってきよるもん。こんなとこにおるおる。カッシーは？おや、どうもどうも。これは失礼しました。歌に夢中になってしまいました。この歌は今は亡き私の師匠が作ったものです。100年ほど前に起きた大厄災、これを鎮める勇者に捧げる歌だそうです。100年経った今、まだ勇者は現れませんが、いつかきっと現れると師匠は信じていました。いつか現れる勇者にこの歌をお聞かせしたくて、日々こうして練習をしています。おっと、すみません。おしゃべりが長くなってしまいました。実はこの土地にも試練を乗り越えた勇者のイニシエの歌が伝わっているんですよ。いかがですか？この土地に伝わるイニシエの歌、お聞きになりますか？聞く聞く。またほこらチャレンジ？ありがとうございます。それではお聞きください。天照らす光、北西に輝くとき、塔の影が示す先より、天の光めがけ矢を放て。勇者の試練、その地に目覚める。多分あっこの印の部分ってことよね。 あっこに、あ、あれはゲルドの町か。きっと私には思いもよらないような機密が隠されているのでしょうね。ではあなたの旅路に光がありますよ。影が示す先に、その時じゃないといかんってことか。ふんふんふん。天の光めがけ矢を放て。ほう、天の光めがけ、今全然関係ないってことやね、多分。じゃあとりあえずここを登録しておきますよ。苦労してたどり着いたところ、シーカーストーンを確認しました。シーカータワーを起動します。
いやーすげえ高い位置だわ。この辺祠はないんかな。まあ、でも反応してないってことはないってことよね。来た来た、もうここから自由に行けるわけだ。周辺情報の入手を開始します。久々やねこの感じなんか。ふふ、来た。てんてれれれん。あ、それならんかったっけ。お、だいぶ広範囲に示されたね。やった、周辺のマップが追加されました。あ、動きよる、めっちゃ神獣が。ここから見える位置に、祠とかがあるんなら行きたいんやけど、ないんかな。あれはた、違うね。ここから見える位置には、なさげな感じかな。ふん、なさげだな。そろそろ行けるとかない？そこ。うん、別にないか。ゲルドの街めっちゃちっこく見えるね。やばいね。うん、ここから見える範囲に祠はないかな。うん、ないね。オッケーオッケー。じゃあとりあえずさ、ちっちゃい試練とかもクリアしとかんといかんけん、あの旅人の剣、私のね、あの武器の部分をさ、ちょっと圧迫はしてないけど、ちょっと邪魔になるけんさ、旅人の剣とりあえず店にかかりこ村じゃねえわ。どこでしたっけ。とりあえずちょっとあの果ての村か、果ての村にあっとるよね。え、果ての村やった。かかりこ村。かかりこ村は違うんよ。果ての村か、あっとんか。うん、じゃあここに向かおうか。果ての古代研究所へワープ。ほい、到着。果ての古代研究所。んと？あ、そういえばさ、せっかくここまで帰ってきたけん、頼もう。ムフ。日中、古代素材持ってきてくれた？そうそう、これをね、古代素材をどうぞ。じゃ、どのアイテムをパワーアップする？シーカーセンサー。シーカーセンサーはパワーアップだね。それなら古代のネジ3個かな。どう変わるの？シーカーセンサーをパワーアップすると、映し入れとったものを探知できるようになるの。便利でしょ。シーカーセンサーのパワーアップするよね。お願いします。じゃあ古代のネジ3個とかわいいチェッキーよろしく。チェッキー。はい、ほーい、いただきました。ではではシーカーセンサーのパワーアップを開始しますね。誘導石を解除。はい、例のあれ行ってみよう。何、例のあれって。これね、この間ツイッターの方でパワーアップができますよっていうのを、パワーアップができるからやっておいた方がいいですよって言われて思い出したので、ちょっとやっとくね。あと2つぐらいなんかあったっけ、パワーアップできるの。シーカーセンサープラス、探しているものへと導く。強化されて試練の祠以外のものも探せるようになった。探しているものに近づくと反応を示す。強く反応する方向へ向かえば探しているものへとたどり着ける。おうおう、祠以外のもの、シーカーセンサーの機能を拡張しました。設定をいろいろ変えれるってことかな。探す対象をなんか決めれるみたいな。やったね、私の誘導席ちゃんも頑張ったし。あ、シーカーセンサープラス、喉から芽が出るほどみたい。喉から芽が出る、聞いたことないんだけど。
ってわけなので、よかったら後でシモンにシーカーセンサープラス見せてやってよ。喉から手が出るならあれだけどね。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。